藤原博之は、日本のイラストレーター、ビール伝道師、大阪府出身。大阪教育大学教育学部卒業の、県中学校教諭。藤原博之がプロデュースしたキールズ、バービアテラスのカウンター日本、ビアジャーナリスト協会代表。機関、ビール王国編集主管。日本地ビール協会のマスターイバリュエーター、アドバンスドビアジャッジ。 ビアコーディネーターの資格を取得。日本のみならず、欧米で開催される数々のコンテストにてジャージを務める。日本では1996年からのインターナショナルビアコンペティション、1998年からのジャパンビアカップのビアジャージを毎年務める。2000年、ビールの各種スタイルと世界のビールを紹介する書籍を執筆。 2005年春に創刊されたビール専門誌、ビアパブの編集長を務める。しかし2013年の同志復刊に際し、総編集長に再度就任するが、一度もゲラを見せられないまま、発売されたことに納得がいかず、同職を辞任。2013年10月にワイン王国社からビール王国を出版する。また、日立や、 ネストビールの旧地酒造にてビールを作るイベントの開催、朝日ビールアネックスでビールと料理のマリアージュのイベントの開催、ビアテラスのプロデュースなどビール文化の普及に一役を買っている。国際コンペでは2009年のグレートアメリカンビアフェスティバル、2010年ワールドビアカップ、2014年でインターナショナルビアジャッジとしてコンペティション、 2013年、インターナショナルビアフェスティバル、ターボルの審査員を務める。2010年、一般社団法人日本、ビアジャーナリスト協会代表に就任。ブログ、藤原博之日記は2000年1月から続いている。ユーストリームで、藤原博之のビアーマニアを2010年9月から放送している。1983年、フリーのイラストレーターとして、 大阪で活動を開始。月刊、神戸からの手紙、月刊、プガジャなどにイラストマップや、イラストコラムを連載。1985年にイラストガイド、365日、デートガイド関西編。1987年、新365日デートガイド関西編。1986年に、イラストと、短編小説集、午前8時の缶ビールをいずれも、 ノラブックスから出版。現在、K&K ブランドのコンビーフや、缶妻、プレミアムなどの缶詰で知られる、国部の子会社で、コンビニエンスストアを運営する、コミュニティストアが発行する小冊子、月刊コミュニティにて、ビールの魅力や、自身の趣味にまつわる記事を連載中。ありがとうございます。